老人が君に言いました、残りの寿命を買わせてよ、50年を50億で買おう、人生をやり直したいと。ただ起きて食って働いて、寝て起きて働く毎日だ。それなのに手放したくない理由を考えてみたよ。体も痛くなるだろうし、友達もいなくなるんだろうな。恋愛もできなくなるような、その年段じゃ売れないな。僕が生きてるこの時間は50億以上の価値があるでしょう。生きてるだけで丸儲け、これ以上何が欲しいというの。老人が君に言いました、それなら倍の100億だそう。奥さん子供もつけるから、豪邸も仕事もつけるからさ。50年が100億ならば年収2億の大富豪だ。でも好きな人は自分でさ見つけたいからいらないよ。僕が生きてるこの時間は100億以上の価値があるでしょう。生きてるだけで丸儲け、何にでもなれる今がいいの。どんな夢を描いてもいい、どんな恋をしたっていい。無限大の可能性は誰にも譲れない。なじけた地図を待っても、それでも僕を諦めない。僕が生きる理由は僕が決めるから、僕らが生きる時間は決して安いものじゃないから、後悔しない選択を選んでほしいの。頑張ろう、頑張ろう、頑張れ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 。